浦和対セレッソ。セレッソがもっとビルドアップの時に、迂回経路作れてないから、セレッソ青だとすると、もう、こんなになっちゃってる。こことかいないし、ここもパスコース作れてないから、そう、選手それぞれが持った時に持つ時間長くなっちゃうしさ。ああいうところを修正したら、もっと攻めれるのになっていう。あとあれですね、めちゃくちゃ言いにくい時期だけど言うと、僕も引退するから言いにくいけど、味方がパスくれなかった時に怒ってる時間が長すぎますね。出してくれよとかさ、動いてて出なかったみたいなのあるじゃん。そんなサッカーよくあるじゃないですか。その時に、おいで止まる時間が長いのよ。ってなるとさ、もうイライラしてくんじゃん、一緒にプレイしてたら、ああいう選手。だけど、あそこで、ここで俺にくれよっていう悔しさとか、俺が決めるんだよっていうのがあったから、あそこまですごい選手になれたっていうのもあるから、まあ、僕なんかが言うことではないって分かった上で、一緒にプレイしてたら嫌だなって思う。あの時間に、僕だったら、ね、僕が一緒にプレイして、あの時間にパス出せなかった、すいません、大久保さんって思うけど、そこで怒んないで一生懸命戻って、守備してとかしてたら、絶対この人にゴール取らせようと思って、もっとパス出すから。俺何回か見てて、大久保に出せそうなところも、選手が無視してるように見えたシーンがあったんで、で大久保って僕が実際に、ね、その映像を確認したいか分かんないですけど、インスタで、俺に回しとりゃ点取れるのよみたいな、ちょっと愚痴っぽいの言ってたみたいな話を聞いて、なんかそういうのが出ちゃってんじゃないかとか、うん、ただ大久保自体は、まあ、なんていうのか、こう、いいガキ大将がそのままベテランになったみたいな感じで、実際に結果を残してるし、すごい選手なの分かった上で、あの振る舞いっていうのは僕はすごい選手だけど、あそこは絶対お手本にしないと、しない方がいいと思ってます。それはすごい感じました。だから実況とか解説者が頑張って大久保みんなに愛される選手みたいに言ったけど、いや、そうでもないだろ、この感じって結構思いましたね。なんかプレイに出るから、絶対そこも見えてるけどな、みたいな。ちょっとこう出されてなかったりとか。